こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では皆さんからですねよくいただく質問にお答えしたいなと思うんですが、僕にはですねどんな服が似合いますか、このようにご質問をいただくことって結構たくさんあるんですよね。これはですねなかなか難しい質問なんですね。実際にお会いしてみないとなかなか具体的にはこんなテイストがありますよって言いづらい部分もあるんですが、ただある程度はですねこういった部分を考慮すれば自分に似合いやすい服が見つかりますよという考え方が僕の中にはあるので、今回の動画で皆さんと一緒にシェアをしてみたいと思っています。僕はですね普段このように YouTube を撮っているわけですが、専業 YouTuber というわけではなくて普段はですねスタイリストとして活動をしているんですね。僕のお客さんには本当に様々な方がいて、年齢も違うし職業も違うし雰囲気も違うわけですね。まあ、そういう方々にどういうふうに服を提案するのかというと、僕の中ではいくつかの基準があって、それに照らし合わせながらこの人にはこのテイストの服が似合いそうだなっていうことを決めるようにしてるんですね。その人に似合うファッションを考えるときにいくつかですね手法みたいなものがあるんですね。例えば色、カラーですね。その方にはどんなカラーが似合うのかっていうような手法を使う方もいるし、あとは骨格ですね。その人の骨格だとか体型によってこういう服が似合いやすいですよというアドバイスをする方もいるんですね。ただ僕の場合はですねカラーも骨格もですねあまり重視をしないんですね。そういったものも確かに大切だと思うんですが、僕がそれ以上に大切にしていることが4つあるんですね。まず1つ目なんですが、その方の人柄ですとかキャラクターっていうのがものすごく重要だなと思っています。まあ、今回はばっくりお伝えしますと、まあ、人柄にはですね大きく分けて2つあると思っているんですが、1つ目は割と真面目で保守的なタイプの方ですね。こういう方と、あともう1つのタイプは割と陽気で変化を好む人、この2つのパターンの方がいるのかなと思っています。正直ですねこの前者と後者で全然似合う服のテイストが変わってくるなって僕は思っているんですね。例えば真面目で保守的な方にですねトレンドの服だとかちょっと綺麗な色だとか、あとはちょっと変わったデザインの服を着てもらってもなかなかそれが馴染まないっていうことが多いんですね。分かりやすく言うと服に着られてしまってるような状態になることが少なくないんですね。その人のキャラクターに服がマッチしないとそれはなかなか似合わないと僕は思っています。ですのでこういった真面目な方とか保守的な方の場合には僕はですねベーシックな着こなしを提案することが多いです。あまり木をてらったものではなくて定番的なアイテムをご提案したり、色合いに関してもネイビーですとかグレーですとかブラック、ホワイトのようなもう本当に定番的なものからお勧めするようにしています。そういったものであれば真面目な雰囲気とも合いやすいですし、着ていてですねそこまで違和感がないので自信を持って着こなすことができるんですね。ですのでこちらを見ていただいている皆さんが自分は結構真面目なタイプだなとか保守的だなって感じる場合は、あまりトレンドだとか流行の色だとかビビッドな色だとか変わったものを重視するのではなくて、まずはベーシックなところからファッションを楽しむというのが良いかなと思っています。一方で割と陽気な方とか変化を好む方もいるんですね。こういう方の場合はベーシックな着こなしだとちょっと退屈に感じられるんですね。その方の陽気な雰囲気とベーシックすぎる着こなしが逆に合わなかったりするんですね。ですのでそういう方にはトレンド要素を交えたいですとか、あとはカラーに関しても少し明るいものだとかトレンドのカラーだとかそういったものを交えながら提案することが多いです。まあ、思い浮かべていただきたいのはお笑い芸人さんとかですね。ああいう方々は職業柄明るい方もいいしキャラクターがはっきりしているので、そういう方々って意外とですね様々な服を難なく着こなせてしまったりするんですね。もうキャラクターでそれを着てしまうっていうところがあるので、意外とこういう明るいタイプの方だとか変化を好むタイプの方というのはファッションの守備範囲が広いのかなというふうに思っています。ということでまず一つ目の項目は自分の性格を考えるということですね。真面目で保守的なのか割とこう陽気で変化を好むタイプなのか、ここが一つの目安になるかなと思っています。僕自身はどちらかというとこれ難しいところなんですが、ベースはですね前者なんですね。割と真面目な方だと思うし保守的な部分もあると思うんですね。ただ職業柄いろんなファッションを経験することが大事だと思うので変化は好むタイプなんですね。ですので僕自身のファッションというのはあんまり奇をてらったことはしないです。色合いに関してもビビッドカラーだとかペールトーンとかもあんまり使うことはないんですね。もうネイビーですとかブラックですとかホワイトを使うことが多いし、デザインも奇をてらったものは多くないんですね。そっちの方が僕の人柄にしっくりくるからです。まあ、このようにファッションのプロであっても自分自身のキャラクターというところを意識しながら服を選んでいるということをですね皆さんにもぜひ理解をしていただきたいなと思っています。
はい、そして2つ目の項目なんですが、これはですね、ファッションの経験値なんですね。人によってこれまでどんなファッションを経験してきたのか、これは大きく異なるかなと思います。例えば普段ファッションに全然興味はなくて、ユニクロとかでしかあまり買い物をしてこなかったというタイプ、こういう方というのはファッションの経験値が割と少ない方だと思っています。一方で、今はちょっとファッションあまりわからないけど、これまでにいろんなお店で買い物をしてきただとか、ちょっと高いものも買ったことがあるし、安いものを買ったことがある、こういう方はファッションの経験値がかなり多い方なんですね。このようにファッションの経験値が乏しい方とかなり豊富な方で、全然似合う服のテイストが変わってくるかなと思っています。やはりファッションの経験値が乏しいと、なかなかトレンドのアイテムというものも理解しにくかったり、カラーにしてもちょっと攻めたものはなかなか目が馴染まなかったりするんですね。一方でファッションの経験値が割と豊富な方は、僕がですね、ちょっとトレンドのものを提案したりだとか、ちょっと人とは違うものを提案したとしても、割とそれがですね、目がすぐ慣れてしまうことが多いんですね。これは今までの経験値の違いで、様々な価格帯を着ている方の方が割とファッションの幅は広げやすいかなというふうに思っています。ですので、こちらを見ていただいている方にも、自分自身のファッション経験値というところを改めて見返していただきたいなと思っています。ただこれに関しては、いろんな服を着ていく中で自分の守備範囲っていうのは確実に広がっていくんですね。まあ、最初はユニクロとかしかあまり着なかった方でも、少しずつステップアップしていけば、いろんな経験値は溜まってくるので、そうすればですね、様々な洋服が似合いやすくなったりしますので、今現時点で自分がどちらなのかをまずは認識をすること、そして少しずつ経験値を積むことで、ファッションの幅を広げることが大事なのかなと思っています。はい、続いて3つ目なんですが、これはですね、自分をどのように見せたいのか、ここもですね、ものすごく大事な項目かなと思っています。一番最初の項目では、真面目なタイプと割とこう陽気なタイプでは似合う服のテイストが違いますよというお話をしたと思うんですが、真面目な人であっても、もっと自分をですね、陽気に見せたいだとか、もっと親しみやすさを出したいというのであれば、ファッションのテイストというのはベーシック一辺倒ではなくて、少しでいいのでカラーに柔らかさを出したりだとか、トレンドの要素を加えたりだとか、アクセント要素を加えた方がいいかなと思うんですね。自分自身のベースはベーシックな服が似合うんだけども、そこにちょっとプラスアルファすることが大事なのかなと思っています。一方で、陽気なタイプの方であっても、もっと真面目に見せたいだとか、信頼感を出したいという場合は、ベーシックな着こなしの方が良いかなと思っています。ベーシックな服の中でも、安いもので揃えるのではなくて、少し質に重視をして、素材のいいものだとか、色合いの綺麗なものを選んでみると、信頼感ですとか真面目な雰囲気が出しやすいのかなと思っています。ですので、自分はどう見せたいのか、この部分も非常に重要だということも覚えておいていただきたいなと思っています。はい、そして最後4点目なんですが、これも意外と重視している項目なんですが、普段ですね、割とインドア派なのか、アウトドア派、スポーツ派なのか、これもですね、ファッションに大きな影響を与えるかなと思っています。特に後者の割とスポーツを好むタイプの方というのは、ファッションの中にですね、ちょっとスポーツの要素を取り入れた方がバランスがいいかなと思っています。例えばノースフェイスだったり、アークテリクスだったり、そういったブランドのナイロンパーカーを取り入れてみるだとか、パンツをですね、ちょっとストレッチ素材の動きやすいものにしてみるとか、あとはスニーカーを入れるだとか、少しスポーツのテイストを入れてあげると、その方のキャラクターだとか雰囲気とかに合いやすいかなと思っています。このように、僕が普段スタイリングする際には、この4つの項目を意識的に見ているんですね。まあ、いろんな質問をしたり会話をしながら、その方のキャラクターを見たりだとか、ライフスタイルを見たりだとか、どういう風になりたいのかを見ながらですね、あ、こういったテイストがいいんじゃないのかなというのを僕は見定めるようにしています。この考え方は皆さんにも使っていただきやすいのかなと思っています。まあ、この4つの項目を踏まえた上で、じゃあどんなテイストの服に自分を振っていけばいいのかと言いますと、まず1つ目はベーシックな着こなしというものですね。定番的なアイテムですとか、定番カラーを使いながら、ごく普通に見せていくということ、これもですね、すごく重要な項目かなと思います。まあ、定番服だとかベーシックカラーというのがどういうものかわからない方は、他に僕がちゃんと動画を用意していますので、そちらを見ていただきたいなと思うんですが、ファッションで奇をてらう必要はなくて、ある程度普通に見えればいいなという考え方もすごく重要だと思うので、ファッションで無理をしすぎない、これもすごく大事かなと思っています。真面目なタイプの方だとか、誠実に見せたい方に関してはベーシックなスタイルがいいかなと思っています。そして2つ目のスタイルなんですが、トレンド重視型のスタイルというものもあります。
割と変化を好む方だとか陽気な方、あとはファッションの経験値が豊かな方というのはトレンドを意識した着こなしというのが似合いやすいかなと思います。今はちょっとオープンカラーシャツがトレンドだから取り入れてみようかなとか、ビッグシルエットを今回は取り入れてみようかなとか、こういう要素を重視した方がいい方というのも確実にいるかなと思いますので、先ほどの質問と照らし合わせながらですね、こちらのトレンド型の方々はファッションを楽しんでいただきたいなと思っています。そして3つ目がスポーツミックス型ですね。ご自身がスポーツをやられていたりアクティブな性格の方というのは、着こなしの中にスポーツの要素というものを1点2点入れてあげると、ライフスタイルに合ったファッションというものが実現しやすいのかなと思っています。あくまで自分の人柄だとかライフスタイルを加味しながらですね、ファッションというものをリンクさせてあげると、すごく相性のいいスタイルができるということもぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。そして最後4点目なんですが、これはですね、人口としてはすごく少ないんですが、クリエイター型のスタイルというものもあるのかなと思っています。その方のお仕事がちょっとクリエイティブ関係、ファッションだとかインテリアだとかデザインだとか、あとは役職が広報だとか、お仕事柄少しセンスよく見せたい方だとか、そういう方に関してはちょっとクリエイター型のファッションスタイルというものをですね、目指してみるといいかなと思っています。こういうファッションというのは人との違いというものを明確にすることが大事ですし、トレンドを加味することもすごく重要なんですね。結構難易度が高いんですが、あえてこういったスタイルに自分を寄せていくっていう方も結構少数派ですがいるのかなと思っています。ちなみに僕自身は普段の仕事の際にはこのクリエイティブ型のスタイルを好んでいます。仕事柄スタイリストに見えるような着こなしというのがある程度大事なので、人との違いというところを加味しながら自分のファッションというものを構築しています。これはですね、結構難易度が高いので万人受けではないんですが、自分自身がひょっとしたらこのジャンルに属するのかなっていうのもなんとなくですね、頭の片隅に置いておくといいのかなと思っています。はい、ということで今回はですね、自分にはどんなファッションが似合うのかというテーマでお話をさせていただきました。今回のテーマというのはなんとなく僕の感覚に合ったものをどうにか言語化したような内容になっています。まだまだ荒削りなところがありますけども、自分自身にはどんなテイストが合うのかというのを考えるときにですね、一つの参考になるのかなと思っています。先ほどもお伝えしましたが、僕自身の場合は仕事の時にはクリエイティブ型のスタイルを好むようにしていますし、プライベートに関しては割とスポーツをやったりすることがあるので、スポーツミックスを楽しむこともあるし、また変化を好むというところもあるので、トレンドを生かした着こなしというものも楽しむようにしています。自分自身を掘り下げていくことでどんなスタイルが似合いやすいのかもですね、おのずと分かってくるかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考にしながらご自身のファッションに磨きをかけていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。